皆さんこんにちは。東京オリンピック陸上競技で一躍注目を浴びた田中希実選手、日本人初の入賞を果たしました。いつも前向きに陸上と向き合っており、見ているこちらも応援したくなるほどピュアで、数々の名言も発しています。そんな田中希実さんに様々な噂がネットで出ています。今回は田中希実さんの学歴や現在の彼氏、本当の国籍、性別についてなど紹介していきます。スポーツ万能で活発そうな田中希実さんですが、趣味は意外にも読書と雑貨集め。田中希実さんがどれほど読書が好きかというと、本を早く読みたくて学校から家までの 2.5 キロを走って帰っていたという話は有名です。小学生の時の夢は作家。高学年では原稿用紙30枚の童話を書いてコンクールに応募したこともあるほど。また遠征の時には少なくとも5冊は持っていくというほどの読書家です。田中希実さんは西脇工業高校を卒業しています。西脇工業高校は駅伝や長距離陸上が強く強豪校ということもあり、田中希実さんは進学を決めています。高校1年生で出場した第70回国民体育大会 1500m で優勝、そして高校2年生での同大会では3000m で2位という結果を残しています。全国高等学校総合体育大会では常に入賞していましたが、高校3年生の時には1500m と 3000m で2位となる成績を収めています。強豪校において成績を残せているということは、当時から注目の選手だったことがうかがえますね。その後同志社大学に入学します。田中希実さんは同志社大学に一般入試ではなく陸上スポーツ推薦枠で入学しています。スポーツ推薦で入学した同志社大学ですが、陸上部には所属せず、田中希実さんの父親が監督を務めるトヨタ自動織機 TC にて練習を行っていました。田中希実さんは将来陸上を引退した時のことも考え、学業も熱心に取り組んでいたといいますので気は早いですが、引退後は良き指導者としての道に進むかもしれませんね。そんな田中希実さんが彫りが深いことからアイヌの血が流れているのではないかという噂が流れていますが、そういった情報は一つもありませんでした。田中希実さん、そしてお父さんの出身は北海道ではなく兵庫県小野市です。ただ母親の出身地が北海道のようなので、もしかしたら母方の親戚などにアイヌの方がいるかもしれませんね。ここまで父親や母親が日本の方だというところはご紹介しましたが、どんなご両親なのかご紹介します。お父さんの田中勝利さんは以前川崎重工の実業団で活躍し、全国6位の記録を持つ実力があります。そして現在は娘である田中希実さんのコーチです。田中希実さんと田中勝利さんはかなり本音でぶつかり合うようで、田中勝利さんからはやめちまえなんて言葉が出ることも。しかし田中希実さんも負けじとぶつかっていくそうです。練習の際はこんなに激しくぶつかっている2人ですが、休みの日には一緒に出かけたりするほど仲がいいそうです。家族だからこそ本音でぶつかってより実力を上げていけるんでしょうね。また田中勝利さんはアストラック株式会社という会社の代表取締役を務めています。ランニングイベントの企画から運営、ランニング教室、練習会を開催しているんだそうです。そしてお母さんの田中千尋さんもなんとマラソンランナーでした。中学の頃から陸上競技を始め記録を残してきました。1997年、2003年の北海道マラソンで優勝したりとかなりの実力があります。この北海道マラソンでの2度の優勝は日本人女性では初なんだそうです。またお父さんの田中勝利さんと共にアストラック株式会社でスタッフとしてマラソンの楽しさを広めたり練習会を開催したりしているそうです。両親ともにマラソンの競技者で、田中希実さんも競技者として実績を残してますので、お父さんもお母さんも嬉しいでしょうね。そして田中希実さんにはノアさんという妹がいます。この田中ノアさんもなんと陸上競技を高校生から始めたそうです。走るフォームは姉の田中希実さんのフォームが綺麗なのでずっと真似しているそうです。現在は京都工科女子大に在籍しているそうで、これからの活躍が楽しみですね。そんな田中希実さんは男性みたいに見られていると言われていますが、どっちなのでしょうか。女性っぽいルックスではなく男性みたいに顔立ちが
はっきりしているからでしょう。陸上競技をしていない時の田中希実さんは優しい雰囲気があり、笑顔や声が女性らしく可愛い印象があります。ですが陸上の試合が始まればキリッと凛々しい表情にあるので男性に見えてしまうのでしょうね。田中希実さんは陸上のセメンヤさんのように両性具有ではないかと噂されています。しかしその情報はデマです。インタビュー映像を見ると声は低くないので男性みたいだと思うことはないでしょう。体つきは筋肉がついていますが女性のスポーツ選手の体格です。外見を見るととても両性具有には見えないですからデマでしょう。田中希実さんは背が高く見えますが身長が153センチと小柄な女性です。レースをしている時のキリッとした表情が男性みたいに見えてしまうのでしょうが、普段の田中希実さんはとても可愛らしい女性でした。普通にファンの方の中には彼氏になりたい人も多いのではないでしょうか。現在23歳なのでこれからもっと垢抜けてますます女性らしく素敵になる日が来るのではないでしょうか。今後もマラソンで活躍する田中希実さんも楽しみですが、どんどん大人の女性へ成長する田中希実さんも楽しみですね。田中希実さんは男性好きなのかご紹介します。過去の彼氏については恥ずかしがり屋さんなのか多くを語っていませんでしたが、可愛らしい女性という印象ですから男性のことが好きなんでしょうね。またジェンダーレスの心を持っているのかなと思いましたが、私服姿からいつも女性っぽい服装をしているので違うでしょう。もし田中希実さんが女性が好きだったらフリルのついた裾のファッションや髪型をポニーテールして女性らしさを出さないはずです。もっとショートカットの髪型にしたり、服装はジーパンジーンズなどを履くでしょう。同じ陸上選手のキャスターセメンヤさんが両性具有だと報じられたことで田中希実さんがとばっちりを受けたのでしょうね。最近はジェンダーレスについての見方や考え方が世界中で変わってきています。田中希実さんがジェンダーレスだとしても偏見を持ち続けないで応援し続けたいですね。田中希実さんはセメンヤさんが彼氏の可能性はあるのかご紹介します。セメンヤさんは2015年に長年連れ添った女性と結婚しています。なので田中希実さんの恋人の可能性はないでしょう。いかがでしたか。今回は田中希実さんの学歴や現在の彼氏、本当の国籍、性別についてなど紹介していきました。さまざまな噂がネット上でささやかれていましたが、全て噂止まりでした。今後も噂に惑わされずに田中希実さんには頑張ってもらいたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。